大会5日目、いよいよ戦いはベスト8に突入。第一試合は小学生時代に日向たちと同じチームだった選手8人を擁する埼玉県代表明和東中が勝利。第二試合は東京都代表東邦学園が日向をかきながらも若島津や沢田らの活躍で余裕の勝利。そして残すは第三試合の北海道代表富良野中対愛媛県代表南宇和中、第4試合の静岡県代表南葛中対長崎県代表平戸中となった。富良野中サッカー部マネージャー藤沢佳子。はい、サッカー部が負けたらその日すぐに。はい。私が日本にいられるのは長くてこのままでいいの、松山くん。マネージャー、監督が呼んでたぜ。うん、ああ、松山くん。ん、あ、お、じゃ、ま、いいの、このままで。だって、準々決勝第3試合は予想外の展開。ここまで抜群のチームワークで勝ち上がり、南葛、東邦に次ぐ初出場ながら今大会注目のテクニシャンと。南宇和中は試合開始早々石田君のパスをセンター、これが影響したか。富良野中は自慢のパスワークが南宇和に、さらに2度の決定的チャンスをセンターフォワードの小田君がいずれも外し、いさあ南宇和中このまま優勝候補を押し切るのか。俺のせいだ。いくらパスワークが得意でも俺との一騎打ちを怖がってパス、お前たちに勝ち目な。お前なんか怖くなどない。ただ、確かにサッカーはチームスポーツ、パスは、でも逆に言えば仲間頼りの戦い。何？さあ自らボールを持ち攻め上がる石田君。ここでみんな武井から目を離せ。俺をなめるなよ。あっと、石田君フラのディフェンスの隙をついて、決めさせるか。何と、取った。来い加藤、こんな奴らに。はい、キャプテン。行くぞみんな。これはみんな、フラノの攻めはパス。クソったれ、一面中。おっと、松山くん、いつとも。何？決まった。フラノ中の全員攻撃を見てパスを読んで、やったー。キャプ、まだだ。さあ第3試合も残り時間わずか。ボールを持った松山君、またあのシュートが来るぞ。あ、それ彼だ。何？あっと、松山君先を。みんな落ち着け、パスコースを読んでカット。南は中、武井君ここだ。これはうまい、武井くんインターセット。クリアだ、させるか。何？これはすごい。フラノ中、ボールを取られてもほっ、キャプテン。さあここで再び松山くんにボールが渡って、あっと、それを読んでいたが石田くんが突っかかっていく。やはりな、いくらチームは松山、お前石田、望み通り1対1で勝負してやるぜ。
石だが、あっかわした。キャプテン同士の対決、松山君これでフリーに。それ、あっと松山君ここでもシュートに行かない。キャプテン、お前が決めろ。俺だ、フラノ。キャプテンに失敗している俺をここで決めなきゃ。いけ、決まった。こっ、やったな小田。よかった、勝ったか。あの小田君の勝ち越しゴール、さっきも、もし小田君が失敗すればそれは取り返しのつかない失敗だと松山君。今日の相手平戸中はここまでの試合を全て、守りは厚いが南葛の攻撃力ならば突破できる。はい、平戸中か。そういえば予選の初出場だし特別マークはしてなかったが、今までベールをかぶっていた。そんなことがあっても不思議。ようやくこの、ええ、俺たちは南葛と。その通り、他わしらの本当の。全国中学生サッカー大会も準々決勝、ベスト4はすでに3チームまで出揃いました。さあ残る一つの椅子をかけ、いよいよ前回覇者大会 V3 を狙う南葛中学と、今大会ここまで全て1対0という心象で勝ち残ってきた平戸中学の激突です。果たして初出場の平戸がどこまで王者南葛に食い下がれるか、それがこの試合のポイントでしょう。南葛の連勝記録。何？さてそれはどうかな。これはこれは南葛キャプテン、ま、今日はこちらこそ。観客の大多数は当然な残念。余裕の笑い、やはり平戸中に。こちらの開幕みたい。やっと本気を出せますね。おう、目いっぱい暴れるたい。何言ってやがる。みんな気を引き締めていくんだ。彼らにはきっと何かがある。滝沢君パスを回す。任せるか。激しいタックル。ドリブルと見せかけるか。チャージが決まった。キスギ君ここは抜かせません。長岡君ボールを狙うも届かない。逆サイドにボールを振る。滝君シュート。畠山君ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。翼君タックルを決めた。ここが打ってきた。畠山君これはキャ
ャッチできない。こいつだ。振り切った。山くん巧みにひょいとかわした。カードは不思議な動き。佐野くんゴール前に持ち込む。パントキック、どこまで運べるか。ダイレクトでパス。中条くんボールを狙うも届かない。それもかわして振り切った。これはごぼう抜きだ。タチくん強烈なシュート。あっと、これを弾いた。ラスト様、横をすり抜けた。はっ、佐野くん軽渡しのような動き。センターラインを越えて攻め込む。翼くんスライディングでカット。それ、あっと、ドリブルを見送る。パスを出します。いけ、わしを止めてみろ。たいドリブルでボールを運ぶ。翼くん、ここは抜かせません。佐野くん、ここでシュート。そこに森崎くん、横に飛んだ。ボールはまだ生きている。いざ、パスを出す。ダイレクトでパス。両者激しく激突。ボールは高く打ち上がった。空中でぶつかり合う。余裕再び激突。ジゴくん、この対決をものにした。取った。懸命のキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。キムジくん、いい形でボールを奪った。ジゴくん、ゴールを跳ねて強烈なシュート。サノくん、なんとシュートコースを変えた。この距離からシュートが炸裂。これで終わりだと思うなよ。見たか、これがわ、こんな簡単な技に。この野郎、試合はまだ始まった。ザコは引っ込むたい。あっという間に前半の15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。森崎くん、これがネットに突き刺さる。見たか、わしの力。頼むぜ、軟骨。少しぐらい骨のあるところを見せてくれん。くそ。キスニ君、パスを回す。翼君、得意のヒールショットで抜いた。くれ、わしのパワーディフェンス。俺もそろそろ本気で行くか。カードのような動き。伊沢くん、ここは抜かせません。パスを回す。中条くん、ボールは狙いも届かない。佐野くん、ここはパスと交換だ。キムジくん、横に飛ぶ。この自陣を切り裂く。中杉くん、ここは抜かせません。これは何だ。ボール点はやらんぜ。ジドー君、サロー、ロングボールを送る。キムズ君、ボールを奪うことができません。若杉君、激しいタックル。それ、中条君、ボールを奪うことができません。ノラ君、激しいタックル。平野、闘志をむき出しにして相手の前へと向かっていく。佐野くん、カルワスのような動き。巧みにひょいとかわした。佐野くん、腕の回転をかけてゴールを狙う。
森崎くん、これはキャッチできない。佐野くん、ゴールを狙う。パントキック、どこまで運べるか。中条くん、ここで奪った。どうだ。激しいタックル、豪快にシュート。あとシュートを変えた。そこだ。これは反応している。ゴール決めに決まった。なんだか大したことないな。どうだ。中条くん、ボールも狙いも届かない。あっと奪い返した。こいつだ。激しいタックル。やっていった。パスを出します。中条くん、このスライディングが決まった。いけるか。わした。岩見くん、このスライディングが決まった。あっと奪い返した。岩見くん、ボールを奪うことができません。敵陣へ攻め込みます。新藤くん、ゴールをシュート。佐野くん、このシュートを頭で取った。これはキャッチできない。ロングボールを送る。このパスをトラップ。平田、慌てて守備に戻ります。平田くん、ここは決める。翼くんの懸命のシュート。しまった。自頭の突進から肩をかばったせいで。キーパーからのリスタートです。翼くん、ロングボールを送る。翼くん、ロングパスを受けます。翼くん、激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。佐野くん、タクロスリーでかわした。カルワタスのような動き。佐野くん、カルワタスのような動き。佐野くん、センターラインを越えて攻め込む。巧みに距離とかわした。チャンスが決まった。佐野くん、ボールは友達、渡しません。森末くん、このスライディングが決まった。佐野くん、センターラインを越えて攻め込む。三沢くん、そこは抜かせません。自動くん、激しいタックル。ジャメジ君、横にかわして突破。ここで前半思わぬダーク。後半な、V3 はもう。美咲くん、君とのコンビプレイならごめん。ロベルト、どうしたつぼ。どうしたつぼ。翼くん、若林くん、美咲くん、それ何弱気になっているんだ。こんなに早く試合を。そうだよつば、僕がいなくても君はチームメ。若林くん、つばさ、ドライブシュートだ。俺が教えたのこ。ロベルト、気がついたか。先生、平戸は強いな。さすがのお前も。いえ、諦めません。俺には誰とでも組め。それにドライブ、何より。治療はもう終わった。はい。くそ、しかも諦めてどうする。みんな、あの自頭のパワー、佐野ってやつとのコンビもあるし、どう。翼、さあ行こうみんな。翼、俺たち南葛のサッカーをすればまだまだチャンスはある。頑張ろう。取られた点はもうどうにもならん。みんなでやるしかないな。翼の笑顔一つでやっぱり怪我をしていると。伊沢、後半が始まったら
よし、わかった。行くぞ、平戸。俺のドライブシュート。やりましたね、キャプテン。こっち。ああ、こう。はい。わしが初めて真剣になった相手、それがこの程度とは。喧嘩でもサッカーでも、わしよりつ。行くよロベルト、俺のドライブシュート、テイクオフだ。慌てんでもよかたい。いくら威力があっても枠に行かないんじゃ。なに、入った、やった、ついに。これはすぐゴール頭上を遥か超えるかと。なんという中学生だ。キックオフ、かわした。キラド、闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。長岡くん、敵陣を切り裂く。横にかわして、このクロスは通るか。キラド、ゴールを狙う。止めた。パントキック、どこまで運べるか。キスギくん、ワンタッチで送る。ダイレクトでパス。ここかい、シュートだ。不正だ。パントキックで大きく蹴り出した。ヘッドでパスを送る。長野くん、ワンタッチで送る。ボールダッシュ成功。竹野くん、素早く横に倒す。連続突破で見せます。スライディングで止めた。ロングボールを送る。ここでバスケット。バスケ、ここで止めた。横をすり抜けた。あとドリブルを見送る。バースが決まった。あとドリブルを見送る。シュートまで持ち込めるか。スライディングで止めた。素早くつなぎます。翼くん、ダイレクトでパス。ここはパスを出した。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに行きます。秋沢くん、このスライディングが決まった。最後に、ここで奪った。ここは勝負をかけた。チャージが決まった。伊沢くん、スライディングでカット。あとでドリブルを見送る。ボールを奪う。横浜で続く反応。畠山くん、これはキャッチできない。素早くつなぎます。森末くん、ここは回り切り切れた。伊沢くん、このスライディングが決まった。相手のおかげでシュートを決めた。キーパー反応できない。この距離からシュートが炸裂。やったぞ。伊沢くん、豪快にシュートだ。佐野くん、巧みに距離をかわした。軽わざしのような動き。佐野くん、巧みに距離とかわした。伊沢くん、スライディングでカット。南くん、ここは勝負を避けた。木杉くん、素早く横にかわす。このパスをカットします。ドリブルでボールを運ぶ。木杉くん、このパスをカットします。ボールを奪った。長岡くん、センターラインを越えて攻め込む。横にかわして突破。ボールダッシュ成功。姫路くん、このパスをカットします。シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。長野くん、ワンタッチで送る。中条くん、このスライディングが決まった。確認距離とかわした。小田くん、このスライディングが決まった。体ごとぶつかっていった。ジトー君、ここからチャンスに触れるか。佐野君、シュートコースを変えた。森崎君、ボールはまだ生きている。さあ
くん、シュートだ。パントキックで大きく蹴り出した。ヘッドでパスを送る。ここでパスカット。キラドゴール前を固められている。佐野くん、回転をかけてシュートを放った。高杉くん、これをブロックに行く。シュートの勢いも体で止めました。かわして振り切った。行け中条くん、ボールを狙うも止めた。翼くん、ボールは素晴らしい。渡しません。ここは抜かせません。神野くん、パスを取ります。かわした。佐野くん、巧みにシュートかわした。石崎くん、ボールダッシュ成功。敵陣へ攻め込みます。ジトー君、ここからチャンスを作れるか。サト君、顔渡しのような動き、カーブを出します。小野君、このスライディングが決まった。いけ、ここはパスを出した。キスギ君、素早くつなぎます。横をすり抜けた。これはゴボウ抜きだ。野田君、ボールを狙うも届かない。いけ、マスオ君、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。次、翼くん、ダイレクトでパス。そら、回った。石杉くん、ここから打ってきた。いけたい。たは翼くん、よし、センターラインを越えて攻め込む。スライディングで止めた。この位置で攻撃交代だ。ドリブルで突破。ジトー君、センターラインを越えて攻め込む。佐野君、ゴール前に持ち込んだ。鋭く足を振り抜くシュート。森崎君、がっちりキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ヘディングでパス。木杉君、ワンタッチで送る。曽田君、ここで止めた。翼くん、このスライディングが決まった。得意のヒールリフトで打つ。翼くん、お箱のヒールリフトだ。なんか、ここは全力の胸でシールを使う気持ちだ。この翼くん、ヒールのシュートでゴールを狙う。このボールに近づく。キーパー反応するも決まった。あれを決めなくちゃ男じゃない。振り切った。竹野君、連続突破で見せます。体ごとぶつかっていった。中里君、パスを出します。さあ、試合も残りわずか。最後までは肩と足が折れたって。ボールは友達。ダメ、あと先ほどは見送る。これは南米戦の部分だ。豪快のシュート。決まるまで打ち続けるんだ。うわあ、不覚体。執念と執念の対決は、それにしてもグベルトに教えてくれたドライブシュートは無敵。ごめん翼、本当にだらしないキャプテン。何度も何度も。何言ってんだ、少し休んでろ。俺たちだっても行くぞ。南葛勝負。佐野、しかしドラ喧嘩でどんな蹴りを。ほらっ、スライディングで止めた。キスギ君、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。翼、ダメだ、力が入らない。お箱の火。ダメだ、
もう体が力尽きたか。翼、翼、サッカーは一人じゃできないよ。コベルト、頼む、キスギ、タキ、俺たちだけが南葛のフォワード、やってやるぜ。ついにここで試合終了。南葛勝ちました。久しぶりの負け、やはり負けるのは悔しいが、立て、佐野。キャプテン、泣くな。お前にはもう一年、来年もまたここに来て。さあ、負けたわしらは、大空つ、一年間だけと思っていたが、お前を、you